高橋由一チャンネル。賃金の話でちょっと2つぐらい記事が気になったのがあるんですけど、実質賃金が3月 2.5% 減で24ヶ月連続マイナスというのと、中小企業の賃上げ率トップは宮崎、人材確保へ必死の地方、日経新聞っていうのがあった まずあれだよね、実質賃金がもうちょっとあのなんか上がってこなきゃいけないんだけど、あの財務省の触れ込みだとね、まあ、この番組で言ったと思うんだけどさ、 ある特別な調査したらね、中小企業のね実質賃金で引き上げ率がどんどん上がってますよって言ったんだけど、これちょっとバラしちゃってさ、実際の賃上げした企業は多くないんだけどね、比率が増えてるっていうのは何かっていうと、分母をちっちゃくしたんだよね。どうやって分母をちっちゃくするかっていうと、答えないって企業を除いて分母にするんだよね。で、答えないって企業が実はその前の年と比べてすっごい増えてんだよね。だからそれを引いちゃったら、実際賃上げする企業が少なくなってるんだけど、それだけど分母がちっちゃくなってから賃上げする企業の比率が前年よりすごく増えるって言ったの、これ嘘だろうと思ってさ、ただやっぱりさ、あれじゃない、これであれでね、賃上げしないっていうふうに答えたら分母に入っちゃうんだけど、何も答えないっていうふうに察しとけば分母が覗かれるだけじゃない、それは誘導できる、できるでしょ、だって対面でやってんだもん。これで大体これあの財務省のさ、みんなさ何点かな、お抱え先ってやつでね、あのこの財務局っていう地方の財務局があるんだけどね、ここがね年中接触してる企業だもん。だからね、あのね、賃上げどうですかって対面で聞くでしょ、その時にね、うんって言ったらね、じゃあ回答なしですねって言って答える。はあ、なんとなくさ、あれじゃない、賃上げしないって言うと一応答えちゃうから、分母に入っちゃうからさ、賃上げって黙れば企業もしないって言いにくいから、言いにくいから、まあのがね、ごまかせばすぐ分かるじゃん。そしてあうんの呼吸で、あ、じゃあ回答なしでよろしいですって、そういう形になるんで、それじゃなかったら、まあ、1100社ぐらい調べてるんだけどね、200社ぐらいが無回答になって、あんなありえるわけないよ年次話してんだもん。だってその前年なんか、なんて無回答ってのは20社か30社だったから、そのくらいだね。なんか ありえないくらいになんか持った数字でしたよ。だから結果的に賃金の他の、これは厚労省の統計なんだけど、そして出ちゃうんだよね、出ちゃって、結果的にはあんまり賃上げしなかったっていうことで、物価は上がってるから実質賃金がちょっと下がっちゃったっていう話になってね。でそれじゃあさ、日経新聞なんかはさ、その財務省の調査をやってさ、これがもう賃上げみんなしますって言っちゃってるからさ、かっこいいからしょうがないからさ、いや、この賃上げトップが宮崎なんて一個の話をさ持ち上げてさ、いやちょっと上がってるとこありますよって雰囲気でちょっとさ言い訳じみた記事を書いたってことなんですよ。言い訳じみた記事なの？そうでしょ、だってあんだけ財務省 の調査を持ち上げてさ、もう賃上げはみんなしますみたいな形で言ってたんだ、思い切ってさ、いや、もうあの前の年よりね、中小企業の賃上げ比率はね高まりましたって言っちゃってんだもん。この見出しだと地方から元気になってるのかもって思わせるところがそうだ、そうたくさんやってるからトップはどっかあるでしょでもさ、あのやっぱり数字はさ嘘つかないんだけどさ、やっぱり全体で賃上げ、中小企業だけど賃上げしてる企業の数減ってるんだもん、どうしようもないよこれ。だからそれはさ、いくら頑張って言ったところでさ、賃上げしてる企業の数が減っちゃってたらさ、それはあれじゃない、実質賃金は下がっちゃうじゃない。それで岸田政権なんてさ、結構ひどくて、こんなことばっかりやってるからさ、あれなんだよな、岸田政権になってね、最初の何ヶ月間だけ実質賃金はプラスだったんで、これね安倍菅政権の続きで、それでプラスだったの。あとずっとマイナスになっちゃってさ、あのマイナス比率っていうのはさ 80% も 83-84% になっちゃった。ああ、そうなんだ。そう、安倍菅政権の時には、実はマイナスって5割ちょっとなんだよね、だからそれでちょっとマイナス多かったのは、いろんなコロナかなんかあったり、あとなんだっけな、消費税かなんかやった後はちょっとダメなんだけどね、それが結構プラスなんだよね。だからそれはあれだよね、こんなことであれだよな、利上げしたりさ、いろんなことやってんだからさ、なかなかうまいこといかないんだよこれ。ウクライナで物価がエネルギーとか高くなったからっていう、もちろんちょっとあるかもしれないけど、でもね、でもずっとマイナスってのはさ安倍菅政権の続きやってたちょっとだけがプラスだ、ずっとマイナスで、ね、ちょっとおかしいよね。だからそれはあれだよね、どちらかというとさ、あれだ、まあ、あの物価が上がってるのはあるかもしれないけどさ、利上げとかしなかったりとか、あと、
補正予算かなんか出していけばね、はいはい、もうどんどん上がると思うし、例えば、ね、10月で決めた所得税減税を12月にやっておけばこういうことにならないよ、そうですね、だから全然渋賃が出ちゃってる、来月から減税するよ、だからちょっと良くなるかもしれないけど、うん、ちょっとこうやって賃上げが鈍った後だからちょっと効果少ないんだよね、本当はもうちょっと前にやってたらば賃上げするね中小企業の比率はもうちょっと増えたと思うよ、あなんだろうねこれね、ちょっとタイミングがずれてんだよね、経済政策のね、だから経済政策いい時にいいタイミングでやらないっていう典型だけどね、はいはい、補正とかは前の安倍菅政権に比べて全然出てないって、出てないでしょ、だからこれもこの番組で言ったけど、はい、新党7クラスだったらもう目つぶってやるっていうのは普通だけど、やってなかったやんなかったでしょ、うん、やんなかったってことは実はお金が出にくいんだよね、うん、だから今でも能登半島のところなんかはさ、はい、まだ瓦礫の山だっていうのとか信じられないよ私には、ですよね、あんなところはさ早くさ公費でさ全部さ救っちゃってきれいにしちゃうんで先に、そうですね、そうすると少なくともそこにお金がつぎ込められるじゃない、はいはい、そうするとそのお金が、ま、世の中回っていくんだけどね、そういうことしないもん、うん、そうか、災害の種類は違えどコロナの時は100兆円ボンって出したわけですよね、100兆円出してね、もう批判の嵐じゃないね今で、ね、出しすぎだとかいいじゃない別に、まあ、でも出したところでは別にさ後でさ、まあね、過去あったんだよ、こんだけ先に出すとね、はい、不正の支出も絶対にあるって私はもう安倍さんに言ったんだよ、もういいしょうがないと、もうこういう時はもうね後で自己的にきちんとやると、なるほど、うん、でそれで覚悟で出しちゃったしね、そうですね、うん、まあ結果今ボンボン捕まってますしね、うん、それででもちょっと20兆弱だけど使い残しもあったんだけどね、それをだから消しかなんて言われるんだけど、そんな足んないでいいじゃないかと、まあそれそうです、それでおまけにコロナ増税してないんだから何の問題ないじゃん、俺何が問題だったのって問題言ってた人からすると分かんないんですよ、だからコロナ増税もなしでやって、はい、これで多少不正支出があった、ただしこれは自己的にきちんとやってる、はい、それとあと使い残しもあるんだけどこれ繰越金処理ってんで、はい、もういつか出ていくしさ何の問題もないじゃん、そうですねと私は思うんだけど、これはけしからんって言ってる人多いよね、はい、それからさ震災のねあれ災害の復旧補正予算をしない方がひどいんじゃないの、本当、はい、そうですね、うん、それがどれくらいの規模で出せば本当はいいの、今度、はい、この間私の思うのは5000億円から1000億円、あ1兆円の間で、その回でなんとかなるよ、だから100兆円と全然レベル違って、このくらいはなんとかなるよ、そうですね、あそれなんでそういう風にしないのと思うよ、うん、だからそれをしないのはなんかいろいろとコストを考えながら人口減少を考えながらやるなんて、それは考えない方がいいって、ああいう時は、だから経済政策のやり方の問題ですよ、だからこの実質賃金がずっとマイナスだっていうのもね、うん、そういうふうに出すところに出さないっていうのが結果がそうなでそうなってて、だって安倍菅政権の時と全然さ、うん、なんか実質賃金のプラス の状況っていうのは違うもん、そうすると今後もじりじりこんな感じで、うん、あんまり実質賃金が上がらないっていう可能性あるよね、だからこういう時に大きな補正とかなんか打てばね、うんうん、いいのになと思うけど、だからそうすると今ちょっと時期過ぎちゃったから去年の12月に打ってくれもっと楽だったのになと私なんか思うけどね、そうか、あと行くから余計大変になるっていう、あとになる大変なに決まってるよこういうのって、そのいいタイミングでやっておけばね結構そんな大きくなくてもいいんだけど、今6月くらいから今度やろうとしてるともう傷口が開いてるからさなかなか大変だと思うよこれ。日経新聞なんかさでも一生懸命さ賃上げしてますって言ってるんだけど、あんたは何財務省のね記事を何持ち上げるからこういうことになるんだよ。確かに。あんなの見てすぐ分かるよ、なんか未回答がすごく多かったんでさ、これおかしいなと思ったんだ。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。